こんにちは、トモリアルエステートの高橋です。本日ご紹介させていただくお部屋はクラッシースイート赤坂 2LDK55 平米のお部屋です。早速リビングから見てみましょう。はい、こちらリビングは約10畳ございます。この横幅とこの奥行き、バランスが非常に良くてですね、幅が3メーター、こちらの奥行きは約3メーター50ございます。そして天井はですね、かなりすっきりしてます。天井にも張りがなく、開放感があります。天井高は、約2メーター50ございます。こちら側は、北側ですね。北向きなんですが、前面が開けているので、お部屋の中は結構明るく、感じます、はい、それからこのフローリングの色合いが、白っぽいカラーですので、お部屋の中をこうより明るく、感じさせてくれております。はい、こちらはリビングルームの、お隣の、ベッドルームです。 4.5 畳ございます。片方の収納はですね、奥行きが あまりない収納です。こちらの方は、洋服をかけれるようになってまして、比較的奥行きはありますね。天井いっぱいまで、クローゼットがついております。こちらのバルコニー、北向きのバルコニーからの眺めです。では次はキッチンを見てみましょう。コンロは、3口の、ガスコンロです。お掃除が、しやすいですね。ガラストップになっております。そしてこちらには食器洗浄機がついております。そしてこちらがですね、浄水器です。キッチンの裏、こちら側は冷蔵庫置き場ですが、冷蔵庫の他に食器棚、カップボードなどを置くようなスペースも、ございますので、キッチン周りのこの物、収納力、非常に高いと思います。こちらにも奥行きのある収納がございます。こちらは6畳のベッドルームです。先ほどの 4.5 畳のお部屋と同じように、天井いっぱいまでクローゼットがついております。こちらも先ほどと同じくですね、このこちら側は、奥行きがあまりないです。こちらの洋服がかけれる方は、奥行きはしっかりと洋服が入るサイズになっております。
トイレにも、手洗いがついてまして、上に収納がついております。洗濯機置き場の上にも収納がございます。こちらにも小さい収納がございますので、やはり新しい分譲マンションですので、非常に日常の生活使い勝手がいいように、細かいところにもしっかりと収納が用意されてますね。よいしょ。こちらは三面鏡になってますから、三面鏡の裏側も収納スペースとなっております。はい、そしてお風呂にはミストサウナがついております。お風呂のサイズは1m40×1m80、1418のサイズです。もちろん追い焚きも、ついております。クラッシースイート赤坂55平米の2LDK、 いかがでしたでしょうか。こちらのお部屋は非常にすっきりとして、無駄のない作り、使いやすい間取りだと思います。天井もすっきりしてますし、お部屋の角に、柱、梁の出っ張りが少ないですので、家具の配置もしやすいと思います。分譲の、賃貸募集ですので、設備も整ってますので、ぜひ実際のお部屋を見に来ていただければと思います。お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。